今前半45分のホイッスルです。2019明治安田生命 J1 リーグ第12節大分トリニータ対清水エスパルスの一戦です。高木まで戻します。ここにドーグラスボールを奪って倒れて笛が鳴りました。ここで決まりました。先制したのは清水エスパルス。次の松本、中には3枚4枚と入っているが、その中央へのボール、藤本のシュート。後半決めたのは藤本のリアキ。コーナーキックのチャンスです。初の3連勝を目指す大分。さあここで小野井が前を見て、このボールをティツパンが奪いました。そして右には藤本もいます。その藤本へのボール抜け出すか。キーパー西部が前に出てきていました。松本が拾って、ここに左サイドはティツパン、中央へ上げて、そのヘディングクリア。コーナーキックのチャンス、中央へのボール、ここのこぼれ球にカウンターですよ。さあ西澤に対応、2人が対応していく大分。しかし西澤も強い。ここで大分のファウル。システムですよね。そしてこのボールにティティパンがボールを奪って、藤本へのボール、藤本がボールをキープして、ここは対応しています。岩田が大きくクリアして、このセカンドボールティティパンが奪いました。そしてティティパンから藤本、このパスはオーラインが奪う。笛はありません。もう一度岩田に渡して、松本が走り込んでくる。藤本へのボールが抜けると、面白いシュート。藤本決定的なチャンス。どうこう選択するか。ここでさあこれをまあご覧になったサポーターファンの方は、ね、はい、非常に高評価できる戦いだったかなと思いますね。まあ、大分も非常にこう、はい、今調子に乗って、ね、好調でいいサッカーをしているんですけど、それを